おはようございます。ミスターマイアメさん、そして動画をご覧の皆様、即活躍の久保です。えー、ミスターマイアメさんもね、朝早いですね。お疲れ様でございます。え、今日本ではね、5時19分ですね。私も朝早いといえば早いんですけども、私の場合ね、目が覚めるんですよね。で、目が覚めた後、例えば7時から出勤ってなるとちょっと憂鬱なんですけども、私の場合は出勤もないんで、一応ね、昼間、お昼寝しても全然平気なんですよね。まあそういうことで、うーん、なんか、 あと、今起きたら夜まで眠れないとか、疲れを取る時間がないってことがないんで、起きたら起きた時に活動して、眠くなったら寝るみたいな感じなんですよね。だからそういう意味でも、人生っていうのがものすごくんなんか柔軟で豊かになったなと感じるんですよね。なんかいろんな音しますね。<laughs> パソコン立ち上げたばっかりだといろんな音するんですよ。はい。で、まああの、ミスターマヤミさんのね、動画にいろんなコメントが入ったりとか、いいねが増えたりとかして、非常に良かったなと。交流があるとやっぱり嬉しいですよね。これ、他の方もなんですけども、やっぱりね、 あの動画をそっか自内でこういう人が動画作ってますよってやるといいねの数が増える人いるんですよねやっぱ好意的な人が好意的な視点で動画を見るからだと思いますただ逆にですね私はあの、まあ、いろんな動画を見てそこにコメントをすることがあるんですよ、うん、そうするとですね私のコメントに対して <laughs> すごく好意的なコメントを動画に対して出してるのに えー、お前何言ってんだみたいなことを、私のコメントに対してね、やってくる人がいて、すごい人を責めるのが好きな人っていうのはすごい多いんだなっていうふうに感じる毎日ですよね。足の引っ張り合いと言いますかね。人が何か頑張ろうとしたら、そんなんやってもダメだよって潰すみたいなね。うん、気の毒だなと思いますよね。まあそういう方の言葉っていうのはね、えー、右から左でいいと思います。自分を励ましてくれたりとか、自分を培ってくれる人とだけしっかりと付き合っていって、人を貶めようとする人とかね。 えそれからね、影に回ってこそこそと、なんか <laughs> 攻撃する人からは、まあ一線を隠した方がいいかなと思いますんで、そういう人には、まあ無反応っていうのがいいのかなと思います。はい。で、動画について再生数を上げたりとかね、うんと、チャンネル登録者数を増やすときに、やっぱ役に立つ動画を立てればいいと思うんですよ。役に立つ動画ってのは何かっていうの分かりにくいですよね。まずはですね、動画の再生数を増やそうと思ったら、流行ってるもの、トレンドってやつですよね。 ヤフーのトップページとかを見て、やっぱり記事になっているもの、ここには人が集中するわけですから、それについての見解を出していくと、アクセスが高まりやすいってことはあります。でもね、私はこれをいつまでもやるんではなくて、こういう風にやってみたらどうかなっていうことを、そっからくでお伝えします。それはですね、浅く広くいろんなテーマをやってみるんですよ、ね。いろんなテーマをやって、当たるものに対してフォーカスしていくんですよね。 ですから私は動画で何をやったらいいのかわかんないって方には、とりあえずは社債動画どうですかってことで動画をアップロードする習慣をつけてもらってます。もしくは目の前にある何でもいいんで、それをずっと解説していきましょうみたいなね。高級石屋勤務さんもそれをやってくれてるんですけども、とにかく目の前にあるものとか暇さえあれば何でもかんでもアップロードするみたいなことをやっていただくんですよ。これはね、あくまでも動画をアップロードする習慣をつけるためです。ジョギングする習慣をつけるようなもんなんですよ。でもジョギングをいくらしても、 野球は上手くなりませんし、サッカーは上手にならないんですよ。だから、基礎的な基礎、基礎を構築するための基礎として、毎日アップロードする、いっぱいアップロードするってものがあります。でその上でですねあの、この動画って再生数上がってるやん、みたいなね。他の動画が10以下なのに、この動画は20だなと思ったら、その動画に興味を持った方が多いってことなんで、それに対して新しいね、えー、その動画の系列のものを上げていくってことになります。これがフォーカスですよね。で やっってててほししくないいいいうか気づいて欲しいのは変化のない動画はやっぱりね単なる作業だからあのどこかであの取り下げていくってことなんですよただ取り下げるだけじゃダメですよ流行ってるものをやるエネルギーに変えるってことですです、まあ、ですんでたくさん動画上げていく中でいっぱい動画上げればいいんでしょって言ってそればっかりやってもダメなんですよあのジョギングを10年間やっても何のスポーツも上手にならないんですよだからジョギングもやる 腕立て図もやる、懸垂もやる、その上でどの競技に行くんですかってことをフォーカスしないといけないんですよね。どの競技に行くんでしょうかそう。あなたは自分の得意なもの、もしくは自分が大好きな競技に行った方がいいんですよ。もしくはそれをね、教えてくれる人、専門家が近くにいるもの、こういったものがヒットする可能性が高いですよね。うん。で、えっ、ー、と、どのくらいの動画を上げればいいかっていうと、やっぱりね、線が1単位なんですよ。 よくね、何十個も上げましたとか、300個動画上げましたって言いますけど、これは数にはなんないです。なぜなら他の人も動画上げてるからなんですよ。全体から見て、あのやっぱりね、1000やらないと数には入りません。それこそ YouTube の方にも動画が上がりましたって認識されないんですよ。SEO 効果も何も出ません。うん、特に私たちはね、平凡な人間ですから、有名人でも何でもないんで、自分たちの名前が検索されることはないんですよ。自分たちの活動が検索されることもないんですよ。まあ、ですんで、 やっぱりいっぱいやって目立っていくってことが大事です。で、目立つためには関連動画って方法もありますよね。誰かが出した影響力の強い再生数300万とか1000万みたいな動画のタイトルとか内容に似たものを上げていけば、それは反応される可能性も高いですし、その300万とか1000万っていう再生された動画の関連動画で出る可能性高いんですよ。ただし1個や2個、その人のタイトルで作ってもダメですよ。 それが1000個単位であれば関連動画で上がりやすいというね、こういう風な SEO 効果が高まっていくってことなんですよ。はい。ではですね、ここからもうちょっと具体的に、どんなものが人の役に立ちやすいか、そしてどんなものが再生数を上げやすいか、登録を上げやすいかってことをお話していきます。例えばですね、ここにしかないもの、自分にしかないものっていうのは検索されて継続的に見ていただける可能性が高いです。例えば、フェラーリっていう車、めったないですよね。フェラーリっていう車の動画には アクセスが集中しやすいんですよでもカローラ2にはアクセスは集中しにくいですだってその辺あるんだもん興味あんまり持たれないんだもんただしカローラ2の意外な側面っていうのはアクセスが集中しますこれはカローラ2のユーザーさんが多いだけにものすごくパワーを出すんですよだからここにしかないものとか自分にしかできないことっていうのはすごいアクセスを秘めてるんですよみんなができることとか誰もが思ってることってやっても全然面白くないんですよねその辺気をつけてやってみるといいかと思います ですから、日本人から見て、マイアミの情報、ミスターマイアミさんからしか入ってこないということだったら、ミスターマイアミさんっていうのはね、えー、一層引き立つことになるんじゃないかなと思いますよね。そういう意味で、ちょっと有利,、ね、有利な感じがしますよ、ミスターマイアミさん。<laughs> で、私の場合はですね、えーと、どの辺が独特かと言いますと、例えば、暗号通貨が流行った時っていうのがありますね。2017年、2018年というのは暗号通貨、花盛りだったんですけども、私もその時、 やっぱり暗号通貨ってものに自分も興味があって2014年から関わってましたし、えー、それから自分も特定の通貨のフォルダーだったんでその情報をずっと流すことをやってましたエイダコインですよねエイダってものを流してましたでここにアクセスが集まったのはなぜかっていうと多くの方が暗号通貨に興味を持ってそして暗号通貨の YouTube を見るときにどれもこれもセールスがついて回ったんでうんざりしたんですよで私の動画っていうのはセールスがないんですよねなぜならセールスをするほど私は責任が持てなかったからです そして私のところには私はもうトップアフィリエーターでしたんで暗号通貨の情報がいっぱい入ってくるんですけどもどれもこれもアフィリエーターさんが儲かるような案件販売者が儲かるような案件一口で言ったらインチキ案件で何で儲かるかっていうとその暗号通貨特定の暗号通貨を買うことによって出費をする方がいるからなんですよ。うん、だからこの仕組みに私はもうねほとほとねほんど 呆れ果てて私はセールスすることを一切やめたのとあとはそういった暗号通貨っていうのは結局は皆さんからお金を取り上げる仕組みですよってことを発信し続けたんですよで暗号通貨バブルってものが弾けました暗号通貨がねバブルの時にずっと私は言ってましたバブルっていうのは多くの人がお金を失う時代のことですよってことをねずっと言ってました同じ言葉で言ってましたですんで ICO に参加した方暗号通貨いっぱい買った方お金を相当失ったはずですよ 私の言っった通りでしょっていうことになったんですよこれ私の言った通りというよりも歴史が証明してるんでもうしょうがないんですよ。バブルが来たたらみみんなななお金を失うよみたいななんでバブルが起きるかって言ったら多くの人からお金を巻き上げて特定のバブルを起こした人が儲かる人そういう時期なんですよ。不動産にしてもそうですしね昔で言ったらなんか球根の時もそうですけど同じでずっと同じ。だからこういうふうな金融の歴史を知ることによって金融の罠にかからずに済むんで皆さん頭を賢くしましょうねっていう発信をしていたわけですよ。 ね、こういった話っていうのが多くの方の共感なんでなるほどだから自分はお金を失ったのかっていうふうに感じたんだと思いますプラス私は暗号通貨で失った資金を取り戻す方法として私はこういうのが5年以上うまくいってますよっていうふうに例のやつを紹介することもできましたし自己アフィリエイトっていう一番最初にですねお金種線を作る10万とか20万作る方法を紹介していったいものもありますこれはですねあの,ーまあ、あの自己アフィリエイトっていうのは元線がなくてできますんで、あのー、10万とか20万埋めるわけですよ でそこで作ったお金を例のやつに10万単位ですから入れていくってことをすればリスクないじゃないですかっていう話をしたんですよもう少なくとも自分の貯金とか生活費を切り崩してそんなものにあの投資案件とかねどっかのビジネス案件に載っちゃダメですよってことをずっと言ってましたまあでもねふた開けてみると、うん、自分の無理な資産をねぶち込む人が多いんで私の伝え方がまだまだ足りなかったなと思うばかりですよねだから叱責の動画っていうのもね必要だったりするんですよね何やってるのみたいな動画をね出したりしました はい、そんな形でございます。はい、ちょっと長くなりましたんでね。じゃあもうね、もうちょっと具体的に、えー、今日の動画のまとめとして、どんなものが受けるのかってことをちょっとお話ししていきます。まずはね、えー、概念的なもの。タイトルに頭使わないとダメですよ。タイトル。タイトル。ね。YouTube っていうのはタイトルで大体再生数が決まります。そしてサムネイルです。サムネイルをパシッと作って、それが目立つものだったら、お、なんだこのサムネイルはって感じでクリックされる可能性が高いです。この2つです。 ですね。皆さんが YouTube をバーッと見たときに、タイトルとサムネイルの組み合わせで再生数が上がってるっていう風な動画を見つけて、それを真似するといいってことですよね。はい。で、もっと他のね、内容についてですけども、やっぱアニメの動画っていうのは根、ね、強い人気ですよね。特に日本人の方とか、アジアの方にはアニメの動画っていうのはすごくいいです。特に、あの、最近ですからね、あの萌え系とか美少女アニメみたいなのはすごく受けがいいんで、やってみるといいかなと思います。そしてドラマですよね。テレビドラマっていうのは、40代とか50代の方がものすごくね、 懐かしくって10代とか20代の頃に見ていたようなものが受けると思いますですから2,30年前のドラマっていうものの解説をするといいかなと思いますよね私の場合は大草原の小さな家の解説っていうものを1本しましたそうするとその1本がアクセスをかなり集めてくれてね数万再生になってるかなってとことですよねそれ以外には私はあのドラマの解説ってあまりしてないんですけどもそうですねシリーズもの例えば南の帝王みたいなのがあるといいかなと思いますね南の帝王の解説なんてのはあれ50編ぐらいありますからもう解説しまくれるんじゃないかなと で、みなみだよっていう映画が好きで何回も見た人が解説すると、その人の解説が面白いってことになりますし、水曜効果も高まりますしね、えー、すごくいいんじゃないかなと思います。で、意外なものですよね。意外な事実っていう動画をどんどん出すことによって、人は、あ、そんなことがあったのみたいなね、驚き、あら、おやまあ、というの、ね、驚きとともにチャンネル登録をしていただくこともできます。えー、そしてですね、名言ですよね。本当に何もわかんないときは、世の中の名言を集めて、それを一個一個動画で解説していくっていうのもいいと思いますよ。 ね「天は二物を与えず」みたいな名言あるじゃないですかそういうのをたくさん集めてみるとかじゃあアメリカと日本の名言を比較してみたいな複,複数盆に帰らずっていうのがまあミルクはもうこぼれても嘆いてもしょうがないみたいなのありますけどもそれを紹介していくとかねそうするとあ日本にある名言っていうのはアメリカにもこういうの同じようなのあるんだみたいな感じで、えー、ためになるかなというところでございますそれからねうんこれはね多くの方が分かっててもやんないと思いますけども性的なことですよね えー、あの自分の体のこととか異性の体のこととかそれからどういう風にね、えー、性交渉したらあどういう風になるかとかあどういう風な危険があるかどんな性病があるかみたいなねこの性に関することって人に聞きにくいんですよだからそれについて答えるってことはすごく役に立つと思います私のことと、ねまあ、恥ずかしくもなく言いますと えっとね、ED 対策とかっていうのをね、私の何年か前から見てるんですよ。ED 対策。まあ私は ED になってないんですけども、そろそろ心配する年頃なんで、知識とか情報はたくさん設けておこうかなと思うのと、あとはね、40代の男性とか、高齢になってきて結婚する人に対しての、ちょっとね、考え方として、あの、不妊治療っていうものもかなり日本では必要になってきたんで、不妊治療の情報もかなり 扱っていってたり、ね、その不妊治療を処方してくれる、そういう施術してくれる専門の病院に行ってインタビューしたりとかですね、費用はいくらかかるのかとか、あの家計の負担はどうなのかとかね、精神的にはどういうふうに変わっていくのかとか、夫婦の関係はそれによってどういうふうに変化していくのかということをリサーチしてますんで、その辺もも、ね、これから動画に上げていこうかと思いますけどもね、はい、そのっと,と奥さんとかご主人に対しての愚痴、こういったものも受けます。 ね、愚痴がない方が一番いいんですけどもやっぱり人って人の悪口が興味あるんですよね悲しいことですけどねそれからアンダーグラウンドなこととか違法なことをどん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 暴露していくような動画ねそういうのも受けると思います実は私マージャン店をやっていてみかじめ料っていうのをね払ってたんですよ、ね、9年間みかじめ料っていうのは広島市中区本通りでね店をやってるとみかじめ料ってのがあるんですよ店舗の大きさによって 三かじみ料っていうのは3万コースなのか5万コースなのかって決まるんですけども、私はね、店舗が大きかったんで5万コースでしたね。売上がはずっと赤字だったのに、毎月怖いから5万円払うんですよ。<laughs> で、一応ね、生活安全が警察の方に行くと、それは払わなくても警察が守ってくれますよってことだったり、防体法があるんで払わなくて何か不利益を受けた場合は、そこに捜査に入れるんで教えてくださいってなるんですけども、私の場合はですね、ちょっとね、頭が古いっていうのか、三かじみ料払って当然と思ってたんで <laughs>、 やっぱりね面倒くさいことから守ってくれたりとかバックに、うん、地元の、うん、要するにね反社会勢力が関わってることによってやっぱねあの安心感っていうのがあるようなタイプなんですよ私は <laughs> まあですんでその時はねお支払いしてましたねで、まあ、毎回毎回取りに来る方っていうのは中間業者の方なんですよだから普通の、あのーまあね、お金を集める係のその辺の商店街の人なんですよねだからヤクザさんが取りに来るわけじゃないんですよ ヤクザさんが取りに来たらさすがに怖くってお店にお客さんが寄り付かなくなっちゃいますからまあでもねおヤクザさんがね最初来ましたよヤクザが来てずっと睨んでるんですよ2人でマージャンしてるところで さすがにこの人たちが来たら困るなってことで、えっ、ー、と、あー見かじめ料すかねみたいな感じで <laughs> 話したんですけどね。まあその辺もね、度胸がいるかなってところでございます。えー、あとね、やっぱ儲かる情報を発信していったら多くの方には喜ばれますんで役に立つんではないかなと思います。自分が一人で儲けたよっていう方法とか、どん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 リリースしていくと、なるほど、そういう考え方があるんだねってことであの役に立っていただきます。YouTube の再生回数がどうやったら上がるのかなとか、YouTube のチャンネル登録者数がどうやったら上がるのかなってことをお話してもいいかと思いますけども、 これはチャンネル登録者数が少なかったり再生数が少ない人とかねそういう人が発信しても説得力がないんですよだからある程度自分の実績とか自分の足跡が確立した時にしかうまくいかないと思いますで中にはですね自分が儲かってもいないのにこれ儲かりますよっていう人がいますよねだからこれは詐欺だって話なんですよ見分けやすいですよねだってあのむっちゃくちゃ儲かってる人が会ってみたら「コーヒー代割り勘ね」とか言ったら本当に儲かってるのかなと思っちゃいますよね だからね、あの、モーカルブランディングってのはバレやすいんですよ。逆に見抜けないといけないんですよ、そういうのが、我々。は。で、えっと、モテる方法もいいですよね。40代とか50代になってもモテるよ、みたいなね。 男の子にモテるよ、女の子にモテるよって、40代でもアラフォーでも大丈夫だよって情報、すごくいいんじゃないですかね。どうやったらモテるかっていうところ、そしてモテた後どういうふうになるのかってこともお伝えできれば、チャンネル登録者数は上がるんじゃないかなと思います。私もこれやってみたいんですけどもね、なかなか暇がなくてできないですね。<laughs> はいえー、私の場合はね、40代で結婚して、40代で恋愛が始まって、43歳で結婚しました。今46歳なんで、まだ結婚3年目なんですよ。うん。だから40歳で、 40代に入って20代の女性とどうやったら結婚できるかなどうやって出会えるかなってこともノウハウ化しようと思えばできるんですけどもそ,それをやるとねそのノウハウで出会ったみたいになっちゃうんでちょっとこれはやりにくいかなと匿名でやってみようかなと思いますねで痩せる方法とかどうでしょうか特に40代の半ばから後半に入って50代に入って痩せたとかね うんなんか2週間で 5kg 痩せましたみたいな実績があるとその痩せるっていうノウハウとか何を食べて痩せるのかうどういう風にして自分のうん体重を落としていったのかみたいなことをね受けるんじゃないかなと思います、うん、あと若返りですよねどうしたらこんな肌になれるのとか私はまあ若い方ではないかもしれませんけどどうしたらこんな若くなれるのとか髪いつも綺麗だよねみたいなね、うん、その秘訣として水素水がありますみたいなことで成立する方もいますけどもまあいろいろとねそこには水素水じゃなくても 頭部糖質を抑えるとかね、朝ジョギングするとか、朝日を浴びるとか、いろんな方法があるかもしれません。実質的にも続いてお話しすることができるんじゃないかな。